見極めで検索はいみなさんこんにちはみなさんこんにちは見極めライブ YouTube レッドステージでございますダイ第4タームはですねネドの高橋様にお越しいただいております高橋様本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします よろしくお願いいたします。私の方から2つだけ自分連絡をさせてください。まず1つ目、本日の流れについてでございます。本日はですね、35分のお時間の中で、大きく2つのパートをご用意をしています。1つ目はですね、企業紹介パートです。この後すぐにですね、高橋様にあのバトンを渡しをさせていただいて、自己紹介と企業紹介をいただきます。その後2つ目のパートはですね、Q&A セッションとなってまして、学生の皆さんが主役でございます。学生の皆さんからいただいた質問を私の方でピックアップをして、高橋様にですね、 あの、お答えをいただきますので、あのいつも早い者勝ちになってしまって、後ろの方がですね、どうしてもピックアップしきれなくなってしまうので、皆さん、早い者勝ち、今のうちにどしどしよろしくお願いいたします。二つ目です。あの、今ですね、学生さんのこの画面のここと、あとはこっちですかね、あの、チェックイン URL があの、出ていると思うので、皆さん、今のうちに忘れないうちにチェックインをよろしくお願いいたします。こちら、チェックインをいただくと、あの、このターム、あの、この教説明会見たよっていう部分が、あの、高橋様にですね、わかるような形になっているので、今のうちに忘れない。 なうちによろししくお願い,いたしますそれではですね、事務連絡は以上でございまして、早速ですね、高橋様にバトンをお渡しをさせていただきたいと思います。資料のですねご準備ができ次第自己紹介と企業紹介、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速ですけれども、資料を伝えさせていただきます。お願いいたします。今あの、のはい、映ったと思いますので、えっと、これで、えっと、 紹紹介介とあの企業紹介させていただきますす本日はどうぞよろししくお願いいたしますまず私の自己紹介させていただきます。えー、私、えー大、大学では環境資源科学というのを専攻しておりまして、学部理系で卒業しております。えー、今の会社、ネドに入ったのが2017年ううになってまして、それから省、えー、エネルギー部、環境部、 国際部というふうにせんして、現在は人事部で採用担当をしております。 えまあ、趣味としましては、最近、あの、あんまりちょっと海外とか行けてないんですけど、旅行とか結構好きですし、あと、あの、日常的にお散歩をするのが好きなので、結構土日とかは、あの、2、3時間歩いたりします。あと、あの、スポーツも結構好きでして、えっと、左側の写真、ちょっと馬に乗ってるのがあるんですけれども、まあ、あの、四六時中馬に乗ってるというわけではないんですが、まあ、大学の時にちょっと馬術をやっていたので、まあ、趣味程度でたまに、あの、乗馬なんかもやったりしています。 あとは、あの、最近は、あの、オンラインが、あの、多いので、あんまり、あの、こういう方多くないかもしれないですけど、あの、ウィンドウショッピング結構好きでして、洋服とかも見ますし、あの、食料品とかもデパートの地下とかに行って、あの、ウィンドウショッピングするの結構好きです。 はい。これまであの印象に残っている仕事としまして、あの、二つぐらい記載してます。一つ目がですね、まあ、展示会の出展ということで、えっと、当時、あの、担当していた事業について、あの、東京ビッグサイト、東京都にあるえ展示会場ですね。こちらで、あの、技術展があったので、まあ、そこで展示をするので、まあ、結構大規模な展示会でしたので、まあ、準備とかいろいろ頑張ったなというので印象的です。あと、あの、国外出張もいくつかありまして、まあ、ここには二つ書いてますけれども、一、まあ、つ目が、 まあ、日本を出発して、えー、パリ、ワシントン DC、サンフランシスコとこう西へ西へというふうに回って日本に戻ってくるというので、なんちゃって地球一周をしたのがあの印象的です。それから右下の写真ですね、COP27 という国際会議が昨年あったんですけれども、これに参加させてもらってまして、まあ、会場がエジプトでしたので、まあ、人生初アフリカ上陸ということであの、これも非常に印象的な出張だったかなと思います。 ということで、まあ、自己紹介はこの二人にして、本題の企業説明の方に入らせていただきたいと思います。本日はですね、こちらに記載の4点ご紹介していこうと思います。えー、まずですね、このマネドについてということで、 いろんなところにネドネドというふうに書いてますけれども、正式名称は国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構となっておりまして、英語の名称の頭文字 NEDO を取ってネドというふうに略しております。設立は2003年10月1日となっておりますが、前身となる特殊法人は世界を襲った二度のオイルショックを受けてエネルギーの多様化が求められる中、1980年に設立されております。 現在職員数は約1,500名となっております。予算のところ、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、左側の交付金事業というふうに書いてあるところが、まあ、今年度、2023年度のお金、これが1,528億円ついております。その他にですね、特定の事業を行うためのお金、まあ、基金として、えっと、約6.1兆円という金額がついております。 ま、ちょっとあの、私もこの金額見たことないですし、おそらく皆さんもあの、ないと思っているんですけれども、ま、ちょっと覚えていただきたいのはですね、このあの、細かい数字というよりも、ま、非常に大きな金額を扱っているところ、ま、それだけ重要な事業を行っている組織なんだなというところ、そこだけ覚えておいていただければ十分かなと思います。続いてこちら所在地になります。え、本部が神奈川県の川崎市にございます。えっ、と、普段は私もここであの、勤務をしております。 それから、日本国内もう1か所、あの大阪府の大阪市に関西支部がございます。それから海外にも6兆所支部がございまして、パリ、ニューデリー、バンコク、インシリコンバレー、ワシントンという風になっております。9割以上の職員はです、ね、この神奈川県川崎市の本部で勤務をしているんですけれども、場合によっては関西、それから海外事務所の支部。 それからですね、経済産業省などの省庁ですとか、民間企業なんかに出向を行うこともございます。まあ、出向というふうに言っても、あの行ったら行ったきりというわけではなくて、まあ、2、3年という期限がついていますので、まあ、川崎で働いていて、2、3年どこかに出向して、また川崎に戻ってくるというような形での,せあの生活スタイルになりますので、まあ、拠点をあの川崎付近に置けるというのは非常にあの考えやすくていいかなというふうに私は思っております。 ま続いてですね、あの、ネドの名称の先頭に国立研究開発法人というのがついていたと思うんですけれども、まあ、これ、あの、ご存知の方もいるかもしれませんが、実は初めて聞きましたという方も多いんじゃないのかなと思います。まあ、ちょっと簡単にご紹介しますと、まずですね、文部科学省、厚生労働省、経済産業省などの省庁がございます。でその省庁の下に独立行政法人というのがありまして、あの、 所長から分離して、あの事業自律的に行うことで、業務の効率化ですとか質の改善なんかを行っております。さらに、その中で世界最高水準の成果を上げること、つまりイノベーションを起こす研究開発を行うための法人として、国立研究開発法人、位置づけられております。赤枠で囲っていますけれども、ネドは経済産業省の所長組織というふうになっております。 ということでネドというのをまとめてみました。国立研究開発法人として自身の利益をどんどん上げていこうという風な感じで追求をするのではなくて、より日本の未来を豊かにしていこうとそういうような目標の下を日々活動を行っております。それからネドの特徴、端的に表すと、ファンディング機関であるということと、主な仕事はプロジェクトマネジメントであることが挙げられると思います。 えまず、ファンディング機関ということで、メド自身は研究を行う研究者を雇用してはありませんえ。企業や大学のチームに技術開発資金として冒頭にあったあの莫大な予算をあの配分することで、研究開発の推進を支える立場にございます。えまた、主な業務指摘されているプロジェクトマネジメントは、企業単独ではリスクが高く実用化に至らない重要な技術について予算配分ですとか進捗確認などの プロジェクト管理を行うことを指しておりまして、結果的に日本の発展に貢献するということを目指しています。このプロジェクトマネジメント、また後ほど項目立てしておりますので、詳しく見ていこうと思います。お伝えし,たしました通り、ネドでは実際に研究を行っているわけではありませんので、職員は文系も理系も両方の出身の方がおりまして、それぞれ活躍しております。 最後4点目。分野については、原子力以外全てといっても過言ではございません。水素や風力といった新エネルギー、それから省エネルギー、半導体などの材料分野、ロボット、AI、ドローン、IoT、ポスト 5G といった通信分野など、本当に幅広い分野を扱っております。また、技術の国際展開や、中小、ベンチャー、スタートアップ企業の支援にも積極的に取り組んでおります。 先ほどですね、国立研究開発法人というところとあのご説明しましたけれども、まあ、似たような組織いくつかございますので、その中でのネドの位置づけとか、どのような事業に力を入れているのかというのを紹介してみたいと思います。えまずお伝えしました通り、ネドは経済産業省の所属組織として、研究資金を配分するファンディング機関であり、実用化研究に強みを持っています。同じく研究資金を配分する組織に JST がございますが、 こちらは文部科学省の所掌組織ですので、どちらかというと基礎研究に強みを持っています。また自身で研究を実施している機関もあり、それが産総研ですとか利権にあたります。酸素研はネどと同じように経済産業省の所掌組織ですので、どちらかというと実用化研究に。利権はどちらかというと基礎研究に強みを持っています。ここまでネどとはということで見てきました。 え続いてネドの役割についてもう少し詳しく見ていこうと思います。ネドが目指すもの、ミッションというのが2つございます。1つ目がエネルギー、地球環境問題の解決。2つ目が産業技術力の強化です。この2つのミッションを達成するために、ネドでは主にこちらに記載の3つの授業を行っております。 一つ目はこれまでもお伝えしましたマネジメントによって技術開発を支えその成果を社会に実装していくことです。二つ目は研究開発型ベンチャーやスタートアップ企業を育成することです。ベンチャーやスタートアップ企業たくさんありましてそれぞれが素晴らしい技術を持っているのですが、まあ、一説によると技術をビジネスにつなげられているのは3割にも満たないというふうに言われています。これって非常にもったいないですよね。 ノウハウや前例がなくビジネス化できていない企業をサポートするというのもネドの大切な業務のうちの一つとなっております。三つ目ですけれども技術インテリジェンスの強化、蓄積というふうになっております。 具体的にはですね、国内外のエネルギー、環境技術や産業技術について、有望技術の発掘や社会課題、市場課題の動向把握や分析を継続的に行っていくことで、日本が研究開発を実施すべき重点項目を絞り込み、技術戦略ですとか、ロードマップを作成しております。この作成された技術戦略やロードマップ、ネドの中で事業を行っていく際の指針にもなりますし、一般にも公開されておりますので、民間企業が自社で、えー 研究開発を行っていくときの参考にもなります。社会にとっても、ネドにとっても非常に重要な事業となっております。先ほど挙げましたミッション2つについて、それぞれもう少し見ていきましょう。1つ目は、 エネルギー、地球環境問題の解決ということでしたが、この中ではエネルギーシステム技術や再生可能エネルギー技術、超エネルギー技術や環境技術の開発、それからそれらの技術の海外展開に取り組んでいます。写真左側は洋上風力の写真、右側は世界初液化水素運搬船の写真となっております。続いて二つ目。 産業技術力の強化というのが挙げられております。その中では、ロボット AI 技術や IoT 電子情報技術、ものづくり技術、材料ナノテクノロジーやバイオエコノミーなどの開発を行っているほか、これらの分野は比較的あの中小ベンチャーやスタートアップ企業が参入しやすいところとなっておりますので、先ほどお伝えした3つの事業のうちの2つ目、スタートアップ企業等の育成なんかにも力を入れて取り組んでおります。 皆さん記憶にもあるかもしれませんけれども、2020年の10月に、当時の菅総理が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする目標、いわゆる2050年カーボンニュートラルを宣言したことを受けまして、10年間で2.7兆円を超える予算をもとに、CO2 削減効果や経済波及効果の大きなプロジェクトを実施するグリーンイノベーション基金事業が立ち上がりました。 この授業ではカーボンニュートラルに向けた取り組みが成長につながる期待されるこちらの記載の14の分野におきまして研究開発やその社会実装に向けた企業の挑戦を最長10年間国が後押しする仕組みとなっておりますえ続いてここからは聞き慣れなかった言葉だと思いますプロジェクトマネジメントについて詳しく見ていきましょうわかりやすいようにプロジェクトをオーケストラに例えてご説明します そうすると、研究者というのが、演奏者というふうに考えることができます。まあ、そうした場合のネドの役割というのが、オーケストラの指揮者、楽団の事務局に当たるというふうに考えることができると思います。本日ですね、たくさんの方にお聞きいただいております。もしかしたら、この中にオーケストラの指揮、経験したことあるという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そういう方にとっては、そんな単純なことじゃないよというふうになるかもしれませんが、まあ、あくまで例として、あの、捉えていただければというふうに思います。 まず、オーケストラの指揮者として何をやるかというと、まあ、前提の取りまとめや、この部分で強く吹いてくださいねというふうに指示をしたり、こことここを合わせるようにというふうに目配せをしたりします。一方、楽団の事務局は資金の調達方法や使い道を考えたり、広報活動でいついつどこどこでコンサートやりますというふうにお客さんを集めたり、 また最近のトレンドは何なのかどうしたらお客さんが喜んでくれるのかっていうのを、まあ、専門の方の意見を聞いたりして方針を決めていったりと、まあ、どちらかというと裏方のようなことも行っております。このように研究者を取りまとめ指揮する役割のほか、プロジェクトがうまくいくように様々な方向からサポートをするというのもネドのプロジェクトマネジメントというふうに考えてもらえればと思います。では具体的にプロジェクトの流れを見ていきましょう。 まず、プロジェクトを実施する前には、方法収集が必要です。将来どんなエネルギーや産業につながる技術が必要なのか検討するために、企業や大学にヒアリングを行います。その結果を盛り込んだプロジェクト計画書というのを作成して、国から予算をもらうことで、プロジェクトの準備を進めます。次に予算が取れましたら、次のステップとして研究者を募集して、体制を構築していきます。 ここで、えー、体制というのが、えー、一社のみで行われるものもあるんですが、ほとんどが、えー、複数の企業や大学を巻き込んで行っております。場合によっては、ライバル企業が、一つの企業、一つのチームの中に含まれるという場合もありますので、まあね、チームマネジメントというのも必要なスキルになってきます。えー、無事に体制が構築できましたら、契約を締結して事業がスタートします。事業がスタートしたら、えー、日々の進捗確認、それから予算が適切、 つに行われているかの検査をしたりとか、2、3年に一度状況を確認する中間評価なんかを行います。進捗確認の結果、予算の追加配布を行ったり、あるいは中止を行ったりなど、計画の見直しも行ってきます。また、一見関係なさそうに見えますが、広報活動というのも重要です。例えば、技術開発の成果を展示会で紹介した場合、技術をビジネスにつなげていくビジネスパートナーが見つかるかもしれません。 さらに一般の方が来ているという場合には将来技術が製品となって社会に出た時にそれを買ってくれるお客さんが見つかるかもしれません。ということでプロジェクト実施中から将来を見据えた広報活動を行っていくのが非常に重要となっておりますえ。プロジェクトが終了したらそれで終わりというわけではございません。 当初の目標に対してどのような成果が得られたのかを見る評価や、終了直後には、例えばうまくビジネス化できていないものでも、年後、3年後には進捗があるかもしれませんので、毎年状況いかがですかというのを複数年にわたって追跡をしていく調査なんかも実施しております。普段の生活の中でネドの名前を聞いたりとか、このスライドの真ん中にあるネドロゴを見たりという機会はあまり多くはないかもしれません。 ただこちらに示しているいくつかの写真ですね。この中にはネドの研究開発の成果が一部含まれております。様々な製品ございまして、目に見えないけれども、社会の中で使われているものを支えている、そんな立場だということを覚えておいていただければいいかなというふうに思います。 また先ほどのはすでに社会に出ている製品でしたけれども、これはこれから出ていくかもしれない技術、まあ、現在技術開発を行っているものの一例になります。人工光合成ですとか、バイオジェット燃料など、こちらも多岐にわたる分野の開発や実証に取り組んでおります。最後となります、部署とキャリアパスについてご紹介しようと思います。こちら左側の図がですね、先ほど えっと、プロジェクトの流れのところでお示ししたものです。プロジェクトの最初の情報収集のところを中心に行う技術戦略研究センター、それから最後の評価のところを中心に行う評価部、プロジェクトの実施の部分を中心としながら全体を見るプロジェクト部門や、このプロジェクトの流れ全体を包括的に見て管理を行っていく総務部、人事部、経理部、広報部などの管理部門がございます。 こちらが、総合職のキャリアパスのいくつかの例を示しております。この矢印の中で、青色で示されているのがどちらかというとプロジェクト部門系、オレンジや黄色で示されているのが管理部門系というふうになっております。冒頭お伝えしました通り、ネ o では理系でも自分系でもどちらも活躍しておりまして、どちらの出身でもプロジェクト部門、管理部門両方を経験していきます。 ただし、そのうち、自分はプロジェクトに向いているなとか、管理に向いているなというのが見えてきますので、そのような特性や思考を生かして、あの、そういうのを反映したキャリアというのを自分で考えて歩んでいく。そのようなキャリア形成の仕方、ネの特徴となっております。え最後にですね、ネドの仕事のやりがいというものをまとめております。ネドでは新しい技術に触れることで知的好奇心が非常に満たされます。まあ、技術が社会に 使われているところを見ると非常に嬉しい気持ちになります。またエネルギーや環境問題、今では世界規模の問題になっていますけれども、この解決に貢献できているというふうに実感できるのも大きなやりがいにつながっている点だと思います。ま n e ネでは文系、理系、男性、女性、年齢、バックグラウンドなど、本当に様々な方が働いておりますので、日々刺激を受けながら働くことができるというのも非常にいい点だなというふうに思います。 こちらがですね、ネドで主催するセミナーですとか、ワンで仕事体験なんかの案内をしているところのマイページになります。興味ある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。発表は以上となります。はい。改めてネド、ね、の高橋様、ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、ここから二つ目のパートでして、Q&A セッションに移っていきたいと思います。早速ですね、学生の皆さんがたくさんご質問をいただいているので、ピックアップをしていきたいと思います。で、途中からですね、はい、参加をしてくれた学生さんに一つだけ共有です。えっと、下の部分とですね、この左の部分にチェックイン URL がありますので、ぜひ皆さん、お忘れないうちに今のうちにチェックインをよろしくお願いいたします。こちら、チェックインをしていただくと、本日ですね、このターム、この教室説明会見たよっていう部分が、高橋様にわかるような形になっているので、ぜひ今のうちによろしくお願いします。 よろししくお願いいたしますそれではですね、早速質問の方に移っていただきたいと思います。あ、たくさん来てますね。ありがとうございます。えっと、皆さんご質問いただいてありがとうございます。えっと、私がもしかしたら聞きそびれていたのかもしれないんですけども、最初の方でこの原子力以外に、えっと、資金、 え、以外の分野で、あの、ご支援をしてるっていう話だったんですけども、この原子力を、まあ、避けてるというか、原子力以外にこの注力をされている理由であったりとかがあれば、ぜひ教えてくださいっていうようなご質問が来ておりますが、こちら、ズバリいかがでしょうか はい、ありがとうございます。まあ、原子力を避けているというよりも、さまざまなネドみたいなさまざまなこう研究開発支援するところがありまして、まあ、原子力に特化しているところもあるので、まあ、ネドではあのそことは違うところにあの力を入れているということになります。ありがとうございます。すごく分かりやすいご質問いただきまして、ありがとうございます。どんどんいきたいと思います。はい、はい えっと、ご説明の中で、あの、まあ、エネルギーであったりだとか、地球環境問題というすごく大きなですね、課題に取り組まれていらっしゃると思うんですけども、あの、まあ、国立研究開発法人だからこそのダイナミックな案件であったりだとか、実際の取り組みがあればぜひ教えてください、のことですが、いかがでしょうか。 はい、ありがとうございます。それはですね、もうまさにあのスライドの中でもちょっとお示しました、グリーンイノベーション基金事業なんかはもう最初2兆円、だんだん金額が増えて今では2.7兆円という規模で、まあ本当にあの総理大臣が発言したことをあのちゃんと達成するためにということで動いている。まあこのあたりはちょっと民間企業1社とかでは難しいので、やっぱり国立研究開発法人としてならではのあの仕事なんじゃないのかなというふうに思っております。ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。 ウエキさん、ありがとうございます。あの、説明資料の中でプロジェクトマネジメントっていうワードがあの出てきましたと。で、それを聞くとどうしてもなんかある程度特別なスキルであったりだとか、が必要なんじゃないかっていうふうにイメージをされたというふうにご質問いただいてるんですけども、特にこの求められる能力であったりだとか、活躍している方の特徴とかがあればぜひ教えてくださいとのことですが、ズバリいかがでしょうか ありがとうございます。そうですね。あの、プロジェクトマネジメントに、あの、プロジェクトマネージャーというふうに呼んでいるんですけれども、それになっている人は文系の方も理系の方もいらっしゃいますので、専門知識が絶対必要というわけではありません。ただし、まあ、そのプロジェクトをまとめていきますので、そういう、あの、チームをマネジメントしていく。 能力それから、まあ、接置案を見つけていくような能力って言ったらいいんでしょうか。さまざまな企業とかがあの入っておりますので、それぞれの希望を聞いて、一番みんながあのハッピーになれる回答っていうのは探していく、そういう能力が必要になってるんじゃないのかなと思います。ありがとうございます。どんどん行きたいと思います。と高橋様ご自身がこの就職活動をされていた際に、あのまあ 最終的にですね、喉様に入られた一番の決め手であったりだとか、ないしは他の業さんと、まあ、迷われたポイントとも含めて、ぜひお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。もともと私はエネルギー関係に興味があって、まあそういうところを軸に就職活動していました。で、最終的にまああ、まあ、あの、いくつか候補があったんですけれども、うん、ネドにしたのは、その、あの、キャリアパスのところですね。あの、もともとそのエネルギーに興味あるけれども、実際に 何をしたいのかよくわからないみたいな状態だったので、ネ、ま、ド、あ、に入ってからあのいろんなキャリアを積んで、あ自分、これに合ってるなというのを探せるというのがあの非常に魅力に感じて、あの最終的に選びましたありがとうございます。 たくさん質問があ、ありがとうございます。えっと、まあ、少しですね、えっと、二つ前の質問と重複する部分もあるかもしれないんですけども、この、まあ、えっと、ネドさんでの、この研究開発に関わる際の、職種であったりだとか、キャリアについて、どんな、あの、悩み方ができるのか教えてくださいっていう部分と、合わせてですね、あの、やっぱりどうしても、まあ、理系というか、のフィールドの方が多いのかなっていうふうに思っていて、文系の方でもこの活躍できるフィールドがあるのかっていうふうなところ、二ついただいております。まずは、えっと、研究開発に関わる、えっと、 特殊やキャリアについて、あの是非教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。まネットの中はですね。あのプロジェクトを大きく2つに分けてエネルギー関係とまあ、産業技術関係、名前の通りなんですけれども分かれております。あのまあ、どちらもあの？ いや、あの、上手にできるという人もいるんですけれども、だんだんと年次を重ねていくと、まあ、エネルギー関係に強い人と、まあ、産業技術関係に強い人というのが分かれてくると思います。で、それぞれの、あの、まあ、中で、えっ、ー、と、いくつかの部署がありますので、エネルギーの中でも、あの、風力なんかの、あの、新エネルギーが強いとか、あるいは効率化のところの小エネルギーが強いとか、こう、だんだん分かれていきますので、あの、そういうふうに、あの、 どん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 特化したところで、あの、まあ、日々ですね、そのマネジメントをしながらいろんな技術に触れながら成長しながらというところかなというふうに思います。ありがとうございます。 で、二点目、あの、ま、ちょっと理系の方が多いんじゃないかというご質問ですけれども、あの結構そうですね、あの名前国立研究開発法人というふうに言うと理系ばっかりなんじゃないかというふうに、あの思われる方も非常に多いんですけれども、あの本当にお伝えした通り、あの理系も文系も活躍してまして、まあ、あえてその文系が活躍できればというのを挙げるとすると、まあ、ちょっと組織柄ですね、その法律とかいろんな文書とか難しい文書が非常に多いんですね。 あの、そういうのを読むときに、あの、文系出身の方とかだと、あの、まあ、能力、理解能力がすごく高かったり、あるいは言語の能力が非常に高い方が多かったり、ということで、あの、まあ、文系出身でもプロジェクトマネージャーというのをやる方ももちろんいらっしゃいますし、あの、管理系にも特化していくというような方もいらっしゃるかなというふうに思います。 ありがとうございます。なので、あの、文系の方、理系の方、問わずですね、活躍できるフィールドたくさんあるとのことなので、ぜひですね、ご参考にご応募いただければと思います。ありがとうございます。はい、はい。それでは、どんどん行きたいと思います。あ、ありがとうございます。えっと、木村さんご質問いただきまして、ありがとうございます。えっと、以前ですね、あの、まあ、酸素研さんのインターンシップに参加した経験がある方からご質問をいただいております。で、酸、ま、素、あはい、研さんにも興味があって、実は、えっと、ネ様に興味があられるとのことだ、ね、ことではあるんですけども、実際にこの、はい 皆様をですね、死亡される方の多くは、まあ、そういった似たような企業さも死亡されることが多いんでしょうかっていうご質問と、合わせてですね、その上で、あの、ネド様を選ばれた理由等があれば、改めて高橋様から聞きたいというようなところでご質問いただいてますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、あの、 おっしゃっていただいた通り、えっと、ネドを志望する方は、あの、酸素研さんですとか、まあ、お伝えした、あの、国立研究開発法人の中に入っているような組織と、まあ、ネドと、あるいは、あの、公務員とかも一緒に見ているという方も非常に多いかなというふうに思います。まあ、私なんかみたいに、その、エネルギーというのを軸にしていて、あの、私は民間企業も見ていたし、あの、こういう国立研究開発法人、独立行政法人も見ていたという形なので、まあ、必ずしも全員が、あの、そうとは限らないですし、まあ、ネド一 本という方も聞いたことがあるのでそういう方もいるみたいですがまあ、皆さん近い分野ですとか近い業態のところであの仕事を見ていくのかなというふうに思っておりますありがとうございますちなみになんかその中でも最終的にこの江戸さんも選ばれる方のまあ特徴であったりだとかもし傾向等があればぜひお伺いさせていただいていかがですか ありがとうございます。そうですね。例えば、山研さんですと、まあ、自社であの研究開発を行っておりますので、まあ、その研究者というふうな道もあります。うん、一方で、ネドはその文系出身、理系出身、まあ、理系で例えば、博士で、あを出て、就職しているという人もいるんですけれども、まあ、そういう人も一律で全く研究は行わないということで、うん、まあ逆に文系の方とかでも技術になんか、技術興味あるけれども、専門で学んでないから大丈夫かなみたいな、そういう不安の方もたくさんいるので、まあ あの研究開発を行っていないからこそ、こう同じような近いあの考えの人がたくさん入校しているっていうのも、文系の人にとっては居心地がいいところだったりするのかなというふうに思います。はい ありがとうございます。三素圏さんとの違いも分かりやすくご説明いただきまして、ありがとうございます。ぜひですね、木村さんご参考にいただければというふうに思います。とですね、どんどん行きたいと思います。と、赤羽星さんご質問いただきまして、ありがとうございますあ。この方すごく勉強熱心ですね。あの、トヨタさんが水素エンジンを開発したというですね、事例をあの聞いたことがあるんですけども、今後、あの、ネド様でも、えっと、水素であったりだとか、大事は、あの、えっと、今後ですね、力を入れて取り組んでいかれたい、まあ、分野等があればぜひ教えてくださいとのことです。 あいかがでしょうかありがとうございますもう本当にあのおっしゃる通りその水素というのは今結構ねでも力を入れているところでしてあのミッションの一つ目のところで右側の写真かなあの水素フロンティアっていうえっと運搬船の写真もお見せしましたけれどもああいうのかなりトレンドになっていますまああと力を入れていくところとしてはやっぱりあの カーボンニュートラルのところですね。まあ、水素も含めて、えっと、グリーンイノベーション基金事業の中ではいくつかの項目が立っていまして、まあ、水素もそういうふうな感じの中に含まれたりしているんですけれども、そこに含まれているのは、まあ、どの分野であっても非常に重要な分野になっていますので、まんべんなくといったあれですけど、力を入れて取り組んでいこうというふうに考えているところです。ありがとうございます。お時間もですね、迫ってまいりましたので、最後の一つの質問に行きたいと思います。 えっとですね。はい、あ、ご質問ありがとうございます。あの、お仕事をする中で、英語を使う頻度であったり、機会どれぐらいありますかっていう,うなところで、高橋様からも、あの、お仕事、出張でもうほぼ地球一周したっていうエピソードもいただいて終わったんですけども、実際にこちらはいかがでしょうかそうですね。あの、全員が全員できるというわけではないんですけれども、まあ、英語をちょっと得意だよとか使ってもいいかなっていうような風に考えている人、 まあとは、ま、海外出張ですとか、あと海外の事務所への赴任ですね。あの、そういうのを経験するような人が多いかなと思います。で、今日はちょっと時間の都合で、あの、省略させてもらったんですけれども、まあ、ネドの中に入ってからも結構英語の研修とかっていう制度が充実しているので、あの、うっかり、例えば国際部に配属になっちゃったけど、英語が苦手とかっていう場合には、<laughs> あの、もうネドに入ってから、あの、学べる機会があるので、あの、できるに越したことはないですけれども、できないからといってネド難しいかもって考えていただく必要はないかなと思います。 高さま、ありがとうございます。とのことなのでですね、ぜひ皆さんですね、あのー、たくさん、あのー、まあえ、英語が、今のスキルがなかったとしても、合合、あの、ま、可能でございますので、ぜひ、どしどし合合の方、よろしくお願いいたします。改めてですね、あのー、もう、今日のセッション、あのー、名残惜しいですが、あのー、以上とさせていただければと思います。で、まだまだですね、たくさん、あの、ご質問いただいていて、あの、残念ながら本日ですね、あの、取り上げられなかったご質問もあるので、ぜひ、そういった学生さんはですね、直接ですね、ねの様の説明会であったりだとか、インターンシップに参加いただいて、 たくさんご質問をいただければなというふうに思います。改めてですね、Q&A セッションは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。それではですね、最後にではあるんですけども、本日ですね、ご登壇いただいたネドの高橋様からですね、学生さえのエール一言と、あとはもう一度ですね、インターンシップ、あの、イベントとの告知をいただけるというふうに聞いておりますので、はい、ご準備ができ次第どうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、こちらですね、先ほどのあの、企業 説明の最後のところにも表示させていただきました。あの、マイページにつながる QR コードとなっております。ちょっと、あの、時間が短くて、あの、読み込みができなかった方とか、途中からご参加された方なんかも、えー、こちらからですね、えっ、ー、と、ネドが主催する、えー、ワンデー仕事体験。まあ、あの、理事的にネドの業務を体験してみようみたいなものですとか、あとは職員の座談会、一問一答なんか様々な、あの、模様仕事をやっておりますので、あの、ぜひこちらご登録いただければというふうに思います。 まあ皆さん今、就職活動でやられていまして、あの周りとかを見ていると、どん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 方針がしっかり決まっている人とかもいて、焦ったりするんじゃないのかなというふうな気持ちもあります。まあ、私も結構就職活動をゆっくりスタートしたあの人間だったので、あの周りがもう内定持ってるみたいな中で、私はこれから会社説明会聞こうかなみたいな段階だったので、まあ、そういうような気持ちも非常に分かるかなというふうに思うんですけれども、まあ、ぜひですね、本当にあのいろんな仕事ありますので、寝、ま、度、あ、も含めていろいろと。 見てていいただいて、まあ、最終的にねどいいなというふうに思ってあの来ていただけると非常に嬉しいかなと思います。 で、また、あの、学生生活ですね。まあ、勉強もちろん優先ですけれども、あの、それ以外の、例えば、あの、部活動ですとか、アルバイトですとか、様々な活動あると思います。ぜひ、あの、今のうちに悔いのないように、いろんな活動を精力的に取り組んでいただければ、きっとそれが社会人になってからも、あの、役に立つスキルにつながっていくんじゃないのかなというふうに思っておりますので、ぜひ、今の学生生活を楽しんでいただければいいかなというふうに思います。 高橋様、大変素敵なメッセージいただきまして、ありがとうございました。ぜひですね、マイページ登録、今、えっと、リンク、あの、開いてくれた学生さんも、あの、この後お忙しくなると思うので、ぜひ、今のうちに、今日のうちにですね、あの、登録の方、よろしくお願いいたします。私の方からですね、最後二つだけ告知をさせてください。一つ目、10月7日にもですね、実は、えっと、イベントを開催します。内容としては、人気のですね、あの、豪華企業様に、あの、ご登壇をいただいて、まあ、そういった企業様がコラボするですね、あの、見た目ライブ、パネルトークというものがありますので、ぜひ皆さん、手帳を開いていただき いただいてですねあの予定がいなければぜひご参加をよろしくお願いいたします二つ目この後のタームですね十四時二十五分からは小二神のるた様にご登壇をいただきますあのぜひですねチャンネルはそのままでよろしくお願いいたします改めてですね本日はネドの高橋様にお越しをいただきました改めて本日は高橋様ありがとうございましたどうもありがとうございました見極め就活見極め就活で検索